How can I compare thee when no one ever ever could come close? Look around but I can't see. That is usually just how it goes. Brought a new horizon. Open up a door to something. はい、皆さんこんにちは、ヒロと申します。今週もですね、US のオンラインを使って明日発売される Supreme2020FWWeek7 のですね、発売アイテムを細かく見ていきたいと思います。この Week7 ではですね、3回目のコラボとなる FOX レーシングとのコラボをはじめ、注目を集める FOX ロゴのロンティー含むフォールティーが発売されます。その他ですね、レギュラーアイテムもフューチュラロゴのスウェットをはじめ、注目度の高いウィークとなりそうです。それでは早速見ていきましょう。まずはコラボの、FOX レーシングですね。はい、こちらがですね、パフィージャケットですね。3色展開で、価格が3万3000円になっております。ピンクと、グレイ、ブラックですね。フロント部分が、フォックスとシュプリームのロゴが入ってますね。で、中がこんな感じです。フォックスのロゴが、で、バッグが襟元にシュプリームのボックスロゴが入ってますね。あとフォックスのマークが刺繍で入ると。で見るとシュプリームの刺繍ではなく、これは何でしょうね、ラバーですかね。この辺は刺繍で入ってますね。はい、続いてが、フォックスレーシングのフーディーですね。こちらが価格が2万7500円ですね。で、カラーも同じグレイ、ブラック、ピンク、3色展開ですね。カラーリング的にはバイカラーになってますね。上下で違う色が入ってますね。で、袖のところに刺繍でシュプリームと、フロント部分にも刺繍で入ってますね。フロントフォックスですね。そうですね、やっぱりラバーですかね、これは。ちょっと立体感が出ているデザインになってますね。これは剥がれないんでしょうかね。はい、次がですね、FOX レーシングの、スウェットパンツですね。こちらも、ブラック、ピンク、グレーの3色展開ですね。こちらの価格が2万4200円ですね。で、近くで見るとフロント部分に刺繍で FOX と入るのと、
桃あたりですかね、サイドに刺繍でシュプリームと入って、裾部分にはフォックスのマークですね。これも先ほどのスウェットと同じ感じでラバーがついてる感じですね。はい、以上がですね、フォックスの、コラボアイテムですね。で、続いてですね、レギュラーですね。ちょっとアイテム数が今回は多いのでパパッといきたいと思います。はい、まず、テクニカルフィールドジャケットですね。こちらが価格が 35,200円ですね、の3色展開ですね。カモ柄と、ブラックと、ロイヤルですね、ライトロイヤル。カモ柄が近くで見るとこういう感じですね。裾部分にはサイドにスピンドルがついてますね。で、左のパッチポケットの上に、小さくピスタグですね、こちらがついております。バックには、シュプリームのロゴですね、ボックスロゴが縦に入ると。で、こういう感じでパッカブルみたいな感じですかね、このケースがついてるという感じですね。黒ですね、こちらが。マークはリフレクティブっぽい感じなんですかね。次がですね、タータンフランネルシャツですね。こちらの、カラーがですね、グリーンと、パールピンクと、ブラックの3色展開ですね。こちらがですね、19,800円ですね。で、近くで見るとこんな感じでボタンダウンですね。まあ、これからの寒い時期に適したフランネルシャツですね。で、左胸に、ピスタグですね、ちっちゃく入ってますね。ピンクがこんな感じです。で、グリーンがこんな感じですね。同色でピスタグは入る感じですね。はい、次がですね、コンパクトドット04シャツですね。半袖のシャツですね。こちらが、3色展開ですね。価格が 18,700円ですね。ブラックと、パープル、レッドの3色展開です。近くで見るとこんな感じでドットが。これがパープルですね。こちらが黒ですね。はい、続いてが、ストーンウォッシュのセーターですね。こちらが4色展開になりますね。こちらが、価格が29,000円になります。レッド、ブラック、ネイビー、オリーブですね。ストーンウォッシュになりますので、こう洗いかけたような風合いが出てますね。
で胸元に、シプリント刺繍で入っております。折りですかね、折りで入ってますね。首元がこんな感じですね。ちょっと配色ステッチになってますね。これが黒ですね。ブルーがこんな感じです。こちらがオリーブですね。こんな感じで折りで入ってますね。はい、続いてがですね、ドラゴンホッケージャージですね。こちらが、価格が 17,600 円の2色展開ですね。ブラックと、レッドの2色ですね。このド派手な、ドラゴンのイラストが描かれております。袖にシュプリン10と、ここにも S のマークが入ってますね。で後ろがこんな感じで背番号10とシプリーですね。まあフロントとバック両方ともドラゴンのイラストが描いております。はい、続いてがですね、LAMF、T シャツですね。ショートスリーブの T シャツになります。こちらの、展開はですね、6色展開ですね。でこちらの価格が1万1000円ですね。赤タグになりますので、ちょっと高い T シャツですね。いい生地の方ですね。でオレンジと、ホワイト、オリーブ、ブラック、フェザーグレーとピンクですね。まあロゴの配色がまた可愛いですね。プリントで入ってますね。続きまして、フューチュラロゴの、クルーネックですね。スウェットになりますね。こちらがですね、7色展開ですね。価格がですね、25,300 円になります。黒、アッシュグレイ、チョコレートチップカモ、レッド、イエロー、ライトパープル、ロイヤルですね。まあフューチュラロゴは、まあ、T シャツとかでもですねやっぱり出てますので、まあ、こちらも人気がやっぱり高いアイテムにはなります。まあ、非常にかっこいいですね。これがヘザーグレーですね。まあ、生地はヘビーウェイトになりますのでガシッとした感じですね。
のロイヤルに関しては着画でも確かありましたね。メイドインカナダですね、の裏起毛仕様になってます。はい、続いてがですね、まあ、今回の目玉でもあります、フォールティーですね、まずはですね、まあ、大本命のボックスロゴの、ロンティーですね、こちらが6色展開ですね。こちらの価格がですね、8800円になります、ライトパイン、ブラック、ホワイト、ネイビー、パープル、オレンジですね。近くで見るとまあ本当定番になりますので、ボックスロゴのロンティーですね。まあ同色でボックスロゴは入っております。こちらが黒ですね。まあ、この白だけ唯一赤ボックスロゴになっております。ネイビーですね。パープルですね。こちらがオレンジですね。割とまあ海外の方ではこのカラーものが結構早くなくなっている印象ですね。まあ、白と黒はまあ必然的に生産数は多いと思いますので、まあ、結構チャンスはあるかなとは思うんですけれども、まあ、オンラインだとまあ、結構厳しめかなという感じですね。まあ本当ワンチャンがあれば買えるかなっていう感じですね。まあ白か黒が欲しいですねっていう感じです。一瞬白が S サイズがリストックしてましたね。はい、続いてがですね、スマフの、T シャツですね、カラーが、4色展開になりますね。こちらが、8250円ですね、黒、ホワイト、イエロー、レッドですね。スマフが大きく描かれているデザインですね。で、背中にはスマフのロゴ風にシュプリームと大きく入って可愛らしい感じですね。こちらが黄色ですね。はい、続いてがですね、スクラッチティーですね。こ
ちらは結構空張りがあるんですけど、8色展開ですね。こちらの価格が7050円ですね。ライトブルー、ダークグリーン、ホワイト、ヘザーグレイ、ネイビー、ライトコーラル、ブラック、バーガンディですね。デザインはこういった感じで入っております。シプリウムと。続いてがですね、シュプリームディックスティですね。こちらは6色展開ですね。価格が7050円です。ヘザーグレイ、ライトブルー、ライトコーラル、ブラウン、ブラック、ホワイトですね。でバックプリントがこういった感じで入ってますね。ちょっとアップにはできないですけど、続いてがですね、シプリーム、クライアンテールティーですね。こちらが、246色展開ですね。価格がですね、こちらが、7700円ですね。デイビー、ライトピンク、ブラウン、ブラックホワイト、ライトパインですね。でこちらにロゴが入ってますね。で背中が、ゴーストフェイスキラー、アルバムのあれですね、ジャケットですね。これがジャケットに使われている写真ですね。続いてが、サンティですね。こちらが、2色7色展開ですね。価格がですね、7050円ですね。赤、ダークサーゲ、これは何て読むんだろう、
あとホワイト、ブラック、フェザーグレー、ライトコーラ、ネイビーですね。まあ、イラストがこの太陽が描かれてる感じですね。でシュプリーム、はい、続いてが、ウルトラフレッシュティーですね、7色展開になりますね。こちらが、7050円ですね、白、ライトグリーン、ネイビー、ヘザーグレイン、ピンク、ブラック、バーガンディーですね。こちらのデザインがですね、ウルトラフレッシュと刺繍で囲ってある感じですかね。シュプリームとロゴがあって刺繍で囲ってますね。刺繍なのかな、刺繍っぽい感じなのかな、ちょっと画像ではちょっと分かりづらいんですけど、はい、続いてフォールティーの最後ですね、ピルズティーですね。こちらが、7色展開ですね、価格がですね7050円ですね、ライトブルー、ブラック、ライトコーラル、ネイビー、ヘザーグレイ、ブラウン、ホワイトですね。まあ、こちらはですね、デッキでも採用されてましたけど、このカプセルが散りばめられた、写真ですね、がデザインされております。まあ、いわゆるフォトティーですね。はい、続いて、雑貨ですね。
はい、こちらが、ベルベットキャンプキャップですね。カラー5色展開になりまして、価格がですね8800円ですね。赤、ダークテイル、チェッカーボード、ブラウン、ブラックですね。まあ名の通り素材はベルベットでできておりまして、光沢が出てる感じですね。まあ非常にベルベットなので上品な感じには見えますね。これがチェッカーボードですね。後ろはこんな感じになってますね。レザーでシュプリームで片押しで隅っこに入ってますね。はい、続いてがですね、プレシジョン、6パネルキャップですね。カラーがですね、6色展開ですね。こちらが、7700円になります。パールブルー、パープル、オレンジ、ホワイト、レッド、ブラックですね。デザインは刺繍で入ってますね。割と深めなキャップかもしれないですね。後ろがこんな感じですね。定番でシュプリームの刺繍が入ってますね。はい、続いてビーニーですね。ビッグロゴビーニーです。カラーは7色展開になりまして、価格が6600円ですね。グリーンとですね、レッド、ブルー、ブラック、パープル、ホワイト、オレンジですね。まあこの手のタイプはいつも人気が出るタイプですね。シュプリームと大きく入るデザインになっております。はい、続いてが、ワイドリブビーニーですね。まあ定番のビーニーですね、シュプリームでは。6色展開になりまして、5500円ですね。イエロー、デイル、ブラック、ナチュラル、レッド、ネイビーですね。まあ、今回ボックスロゴが全部同色で
入る感じになってますね。続いてが、国内販売では、ないらしいんですけども、海外だけでこういう歯磨き粉が販売されてますね。まあ、国内がちょっとあるかどうかは分かんないんですけど、一応まあ国内販売はないとは一応書いてはありましたね。で最後ですね、これピンズですね。先ほどの T シャツの、デザインのピンズになります。こちらがイエロー単体ですね。こちらが1320円になっております。でこちらで、このウィーク7の、全アイテムになります。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、個人的にはですね、残念ながらですね、11時の事前ウェブ抽選ですね、そのタイミングにですね、合わなかったんですよね。ですので、まあ、そこにですね参加できなくて、明日はですね、オンラインチャレンジと、なりそうです。まあ、本当はですね並びに行きたかったんですけれども、まあしゃあないですね。もう気づいた時にはですね、もう遅かったですね。まあ、オンラインのですね狙いはですね、まあ、ボックスロゴに関しては、まあ、手動では、まあ、厳しいと思うので、まあ、それはですね避けまして、フューチュラロゴのですね、スウェットですね、あちらのブラックですねはプレビューをですね見た時にもいいなっていうふうに思っていたので、まあ、代引き決済はできると思うので、まあ、オンラインでちょっとあれは、買いたいなと、何としてもゲットしたいアイテムではあります。まあ、本当はね並び行って、まあ、もしエントリーに通って、まあ、番号もねいい番号を引けたらですね、フューチュラロゴとボックスロゴのロンティーですねが、まあ、欲しいかなっていうふうに思っていたんですけども、失敗してしまったので今回は、オンラインチャレンジという形になります。まあ、またですね購入できたらですね、そちらもレビューしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.